2022年まで外出自粛を、米、ハーバード大学。アメリカのハーバード大学によりますと CO、COVID-19 の治療薬やワクチンが開発できなかった場合、2022年まで外出自粛などの措置を取らなければいけないことが明らかになりました。 この COVID-19 のワクチンについては、イギリスのオックスフォード大学の研究チームが、9月にも、早ければ9月にも実用化できると発表しておりますけれども、現在、世界中の国々がワクチンの開発を進めており、さらに日本国内においても、4種類ほどの薬が、 コビット19に効くんじゃないかとして、検証が進められておりますが、こういった治療薬やワクチンがない感染症については、人の行動を制限するしか、感染拡大を防ぐ方法がないという現実があり、ワクチンや 確実な治療薬が開発できなかった場合、2022年まで外出自粛などを実施しなければいけない恐れがございます。こういった感染症、実際に感染しなくてもですね、まあ、感染するかもしれないという恐怖もございますし、また、 外出を自粛して自宅で待機しておりますと、まあ、それだけでですね、ストレスを感じて体調を崩す方も出てきてしまうと思われますので、まあ、こういった外出の自粛、最低限密閉、密集、密接の3密を避けていただき、健康維持のための 運動のためのですね、外出については、まあ、屋外における運動については、認められておりますので、皆様、今後、こういった外出の自粛が長期化する恐れがあることを理解していただき、ご自身の健康、またご家族、親戚の皆様、友人、知人の皆様の健康を、 なんとか守り抜いていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。